今から無限もやしを作っていきます。今から無限もやし、もやしのツナあえを作っていきます。お手軽簡単でものすごく美味しい無限もやし、もやしのツナあえなんですけど、使うもやしによって食感とか味がだいぶ変わってきます。基本僕細もやしが好きです。細もやしが好きなんですが、大特価 350g で29円やったかな。そんな特価のもやしを見たら割引品大好き、お勤め品大好きな僕が見逃せるわけがなく、大好きな細もやしではなくこのもやし、太もやしほどじゃないけど普通のもやしよりもちょっと大きめのもやしを買ってしまいました。ああずれてる、ここか。これを電子レンジで3分チンしていきます。使うツナですね、無限もやしに使うツナですけど、ダイエット中の人は水煮にしてください。で、そうでない方は僕みたいなツナ、これも安い業務スーパーの一番安いツナですね、業務スーパーの一番安いツナを使ってるんですけど、さすがにね 185g 1人前に多いんですよ。だからこれ2日に分けて、明日また別の料理に使うんですけど使っていきます。これ半分だけ使いますね。3分間加熱した玉、あ、もやしですね。結構水分が出てますね。これ水溶性のビタミンとかここから出てしまいますので、ちょっともったいですないですやんか。あえる時に水っぽくはなっちゃうんですけどね、あえる時に水っぽくはなっちゃうんですけど、この水分もしっかりと使うようにしてください。で、水っぽくしたくないという方はスープとか、味噌汁とかそういうのに流用するようにしてください。で、言ってたように半分量ですね、ツナ缶半分量あえていきます。ダイエット関係ない方はオイル煮で、水煮でもダイエット気にしない関係ないという方はマヨネーズであえてください。まあ、マヨネーズ好きならの話ですね。いや、いい感じですね、いい感じです。もともとのツナ油がいい味ですからね。はい、完成です。無限もやし、もやしのツナあえ、無限もやし完成です。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方は離脱されてください。お気に入り登録よろしくお願いします。9月11日か、9月11日、5品目、5皿目無限もやし、もやしのツナあえいただきます。ああ。美味しいですけど、玉ねぎとキャベツともやしそれぞれで全然違います。同じツナを同じ量同じようにあえてるんやけど全然味が違います。食感はこのもやしが一番いい、食感はもやしが一番いいんやけど、ツナの味が一番薄い、もやしが主役ですね。
僕ならマヨネーズか塩が欲しい。パッと塩が欲しい。うん、これぐらいの塩味が欲しい。で、無限玉ねぎの時はものすごく玉ねぎが甘くて美味しくて、ツナが添え役っていうのかな、補佐役っていうのかな、玉ねぎの甘み美味しさを引き立ててくれるツナやったんですよ。で、今回はもやしの食感、歯ごたえの良さをすごく出てるんやけど、はすごく出てるんやけど、味はちょっと塩味が足らない。塩が欲しくなる。だから使うツナ缶の味によってこの辺は変わるので、味見をされて調節されてください。うまいな。自分にちょうどいい塩加減にしたらやっぱり無限に食べれる。9月11日5品目5皿目無限もやし完食しました。ごちそうさまでした。